今日はね、日本一可愛いオートバックス見つけたんですよね。そうですね、日本一可愛いバックス、ベイアン調べてね、はい、はい、これね、すごいちっちゃくて可愛いんですよ。ちっちゃいですね、はい、これが2ぐらいの大きさでしたよ。はい、これ店舗なんですよ。で、隣スタンドあるんですよね。ありますね。で、店めっちゃちっちゃかったですね。ちっちゃかったですね。コンビニぐらいの大きさ。コンビニ、ちっちゃめのコンビニね。はい。しかもちっちゃめの。はい、でこれ日本一可愛いオートバックスって言うんで。はい、ここに今日から世界最小ちゃいますこれ。このオートバックス。ちょっと横見てみましょうか。見ましょうか。寸法。可愛い。駐車場。これ完全元コンビニですよね多分ね。そんな作りしますよね。だってね、奥行きね、はい、幅車4台分ぐらいで、はい、奥行きこんだけなんですよ。コンビニですわ。コンビニですね、寸法ね。コンビニですよね。一応タイヤはいっぱいあって、はい、でもスタンドがメインとかメンテがメインでしょうね。タイヤ置き場の方が広いかもわかんないですね。ね。フィットもちっちゃい。ピットも2台分ぐらいですね。そうですね、ガレージ的な、はいはい、スーパーオートバックスじゃなくてその真逆ですね。逆ですね、はい、かわいいオートバックス、はいはい、かわいいオートバックス、はい、コラボします。じゃあとりあえず、はい、かわいいプリウス止まってるんで。止まってます、はい。こっちに駐車場いっぱいありますね。あ、駐車場はね、いっぱいあるんですけど、なんせ店がね。これ何なんでしょうね。これ何すかね。これ絶対元コンビニっすね。いや、元はコンビニですよ、ね。なんかそれっぽいですよ。ね。ちょっとどこ行くか決まってないですけどね、まだ。そうですね。はい。日本一可愛いオートバックス見つけたから、はい、わざわざ来てみたんですけど、もうコンビニの脇にピットを無理やり作ってた感じですよね。はい、後でね、はい、これいいっすね。いいっすね。可愛いっすね、はい、でも一応最低限のもう一通り売っとったんでね。売ってましたね、はい、あとタイヤチェーン売ってましたね。チェーンもね、場所的にね。そうっすね、はい、そうっすね。で、腕はちゃんとしてるんですよね。そうだよね。なるほど。エンジンかけますか。かけますか。ちょっと暑いですね。調べたらもっとちっちゃいオートバックスあったりしてね。ちょっと今調べてみてもらっていいですか。なんか ちっちゃいオートバックス、かわいいオートバックス。これめっちゃベビーでしたね、来る途中ね。かわいいオートバックス、かわいいオートバックスって入れたら何がまずトップヒットするんですかね。かわいいですか。はい、ひらがなですか。はい、広告が出ましたね。あ、広告、はい、どんな。カーインテリア、洗車、車内外グッズ。なるほど。オートバックス公式通販サイト。ああ、かわいいは度外視で検索出てきたんですね。そうですね、はい。で、2件目もオートバックスの通信サイト、 3つ目がスーパーオートバックス外観市場なんで。ああ、なんでこれ3つ目に出てきたんでしょうね。じゃあ早速もあの日本一小さいオートバックスで検索します。はい、もし出てきたらあれなんでサムネイルって撮りますね。一応日本一小さいオートバックス、出ないですか。ほんだらもうここが一番ちっちゃいんちゃいます。これ絶対外壁のタイルがローソンですもんね。そうですよね、完全にコンビニ
何店かは言わないですけど、動画では。あ、言わないんですか？言わないんですね。はい。でもこうなんかデモカーなんか中古車なんか知らんけど、黒いアルファード売ってますね。これいいっすね。はい、見学会じゃないですね。はい、先にレビューしますよ。はい、でもほんま最低限のもん売ってるからちょうど広すぎずね。そうです ね、 ね、探しやすいです。探しやすかったです。はい、ボッツさんさっきはぐれたけどすぐ見つかりました。そうですね、はぐれたっていうかね、すぐ行くよって、はい、迷子にはならないですね。ですね。だから家族で来るにはちょうどいいですね。子供がいなくなったりしないし、はい、迷子になりようがないんですけど、はい、10秒あったらね。ここで迷子になるんだったらもうファミマとかローソンでも迷子になるからね。なります。ね、横のスタンド気になりますね。なりますね、オートバックスエクスプレス、はい、高いんですか安いんですか。セルフしかも、僕はあのオートバックスの店員さん風の人に入れてほしいですよね。オレンジ色のジャンパー着た人にね、はい、セルフじゃなくてね。はい、なるほど。これ以上見つからんかったんですよね、近場でね。なかったですね、近場で10分動画撮る、はい、古墳はあったんですけどね。はい、古墳はちょっと時間的にね、はい、はい、ちょっと遠かった。はい、また行きましょう。はい、花粉がすごいですね今ね。そうですね、花粉がね、花粉多そうですね。時間以内抽出って、まあ、缶に入れるまでが7時間。そんなもんちゃいます？だってちゃうんですか？抽出してから7時間以内に缶に入れたりことでしょ？はい、いいっすね。それがすごいかどうかわかんないですけどね。でどうですね、だいたい 2,3 日かかるもんなんですか？だいたいそんなもんですよね。だってコーヒー出したらもうすぐ入れません？はい、どうなんでしょうね。まあ、謎が多いボッツさんですね、やっぱ。謎がすごいですね。僕向けないですよね、ボスですよね。そのキャッチコピーで買ったんでしょ。7時間以内だったらコスパいいっすね、言うて。それはないですね。ないですか。値段ですね。安いですか。いや、忘れましたね。ほんまですか。苦しいですね。苦しいですね。見つけてきます？苦しいですね。もうすぐ向こう川なんですね。あ、そうなんです。川にね、川見に行こうか思ったんですけど、はい、日本一小さいオートバックスあったんで、こちらがいいかなと。川見てもね。
これ焦げてますよ、前から。あ、これね、これ言っときましょうか、うん、これね、これ、はい、ここね、はい、これなんで焦げたか知ってます？いや、知らないです。これね、それはあのキャンプ道具満載にした時に、うん、天井までキャンプ道具乗ってて、うん、で電気ついたんですよ、しょね、当たって。でキャンプ道具で押されたまま電気ずっとついとったから焦げたんですよ。危なかった。中からの焦げですか？はい、危なかったでしょ。やばいって、はい、っていう動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。